中村健は京都府宇治市出身の元プロ野球選手。元女子プロ野球選手の中村霞は実前である。京都スバルダカ時代から投手を始める。それまでは投手の経験はなく、1.2年中心のチーム構成だったために、上背のある中村に白羽の矢が立った。そのため野手としての能力も高く、50メートル5秒 9? の瞬足に1年生の頃から4番を任された打撃センスを合わせ持つ。なお、高校の2学年後輩に岩橋慶侍がいた。高校最後の夏は、京都大会の決勝までの全6試合51イニングを一人で投げ抜いたが、決勝の京都外大成高戦は1-2で敗れ、甲子園出場はならなかった。2007年高校生ドラフト会議で、 投手として広島東洋カープから4巡目で指名。契約金2500万円、年俸460万円という条件で入団した。入団当初の背番号は69。広島外野手時代入団後は、腰痛や故障に苦しんだため、投手としては一軍公式戦への登板機会がなかった。ウエスタンリーグ公式戦では、 2008年に9試合の当番で1勝2敗を記録したほか、2010年に2試合へ当番。しかし、2009年には実戦当番の機会がなかった。2010年には10月3日に支配下選手契約の解除を球団から通告。その際に育成選手契約への移行を前提に、投手から野手へ転向することを打診された。しかし、その後に参加した。 フェニックスリーグで好調だったことから、投手として育成選手契約を結んだ。背番号は122に変更となった。2011年は、肘痛などで投手として、実戦登板の機会がなく、6月から外野手に転校した。転校後は、ウエスタンリーグ公式戦25試合に出場すると、共に打率263、6打点を記録した。 2012年には7月16日に支配下登録選手へ復帰、背番号を99に変更した。ウエスタンリーグ公式戦では68試合の出場で打率279、12打点を記録。2軍においてプロ初本塁打も放ったが1軍公式戦への出場機会はなかった。2013年は ウエスタンリーグ公式戦37試合で打率259、0 25本塁打、3打点2014年には同公式戦69試合で打率339、2 33本塁打、9打点という成績を残した2015年にはウエスタンリーグ公式戦14試合に出場打率333を記録した一方で本塁打、打点とも0に終わった 一軍公式戦への出場を果たせないまま、10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。2015年11月10日には、シートバッティング形式の12球団、合同トライアウトに打者として参加。7人の投手との対戦で6打数1安打1、死球だった。その後、現役を引退した。引退後は、一般企業に勤務しながら、 クラブチームでプレーを続ける意向を示していた。2016年から福山ローズファイターズでプレーしている。投手時代には最速時速 140km のストレートとスライダーカーブ、フォークを使った投球をしていた。186cm の長身と長いリーチを活かしたフォームでボールの出所が見えにくくテイクバックが小さいのが特徴。広島への入団後に 外野手へ転校してからは、バッティングカウントで長打を放ったり、ウエスタンリーグ公式戦で一塁の守備につくことも、あった。妹の霞も、プロ野球選手として、日本女子プロ野球機構の大阪ブレイビーハニーズ、京都フローラ兵庫ディオーネに所属。フローラで4番打者を務めていた2014年には、日本女子プロ野球リーグの本塁打者賞を獲得すると、共に、遊劇手として、 ベストナインに選ばれた。日本のプロ野球では、川端慎吾、雪に次ぐ二組目の兄弟選手にあたる。ありがとうございます。